車はウータン兵に占拠されている。速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。始めんじゃねえ。集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。手が込んでるね。こちらザックス。ザックス、順調か？アンジール、どうなってるんだ？死んだの兵士が敵だなんて。奴らは偽装したウータイ兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。八番街の方だね。ああ。なあ、それにはまず、駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよね。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。Activating combat mode。まずまずだな。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。敵に後ろを見せるとは、よほどの自信家か愚か者だ。どうして くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。
さすがアンジール。中止。なんで？マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザッツ。夢を持て。ああ、英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサード、ごっそり連れてさ。目的、動機、何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいで、お前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やったラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにするって。ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。はあ、アンジール、大好きなアンジールばっか。俺に恥をかかせるなよ。は、準備が整い次第すぐに出発だ。私も現場に同行する。期待しているよ。は、ところで君の夢はファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。
B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ。俺に任せとけって。よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ待て、なんだよバカリンゴって。アンジール、バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が。知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。まもなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して。で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの。ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。修行は苦手。二つふるさとうたい守るため、三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。うたい最強の戦士、こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。参ったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ参ったか。シュシュシュ、うおー、行って、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ仕事仕事。
お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ。急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括見てるか。急げ俺は。急いでるんだって。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその剣欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス。はっ。タンブリン取りで攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、さすがアンジールだ。君のサポートがなければ任務は失敗していただろう。いや、君がいてくれてよかった。よかったよ。アンジール、アンジール！これって雨太兵じゃないよな。召喚獣？誰が呼んだんだ？脱走したソルジャークラスファースト、同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー？人間のコピー？アンジールはどこだ？ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。
ンジールは俺を裏切ったりはしない。アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。まったく何がどうなってんだ。アンジール早く戻ってこい。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ、何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。おお、うんうんうん。念のためスタッフも派遣しておいたが連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タークスのツォンだ。これなんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。よろしくな。単なる調査だろ、楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。変な木。バノーラホワイトの木だ。通称バカリンゴ。ってことはここはバノーラ村。アンジールの故郷。その通り。ジェネシスとアンジールは昔からの知り合いというわけだ。こいつら、ウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだ。よし、任せろ。
の望み叶えましょう。ジェネシスコピー、その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ？ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。窮地なんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした、そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや、墓石だが、まだ新しい。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。大変だな。気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。何か用？お邪魔してます。アンジールのお袋さん。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス？なんだそれ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ、子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス、昔はいい子だったのに。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて、お袋さんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。うん。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、
調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ。役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。よう、相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジル、だろ。もうそっちでは生きられないのさ。アジル、アジル。君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは。黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日。逆まく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。くそ、後悔すんなよ。これまでだから頑張ってろって。行くぜ、とっておき。召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。
ソルジャーはモンスターじゃない。アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。おめでとう。君は本日付でソルジャークラスファーストに昇格だ。あれ、あんまり嬉しくない。無理もない。いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。悪かった。いいけど。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。会社はジェネシスと配下たち、そしてアンジールの抹殺を決定した。それを俺が？いや、神羅軍が投入される。じゃあ俺は？信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせるとなる。そりゃ鈍るさ。だから俺も出る。抹殺に。侵入者。どこに？ここだ。セフィロスは社長室、ザックスはエントランス。任せろ。セフィロス、侵入者はジェネシスコピーだ。これはおそらくホランダーの差し金だな。誰だそれ？コピー技術を盗んで失踪した神羅の科学者。ジェネシスとそのホランダーってやつが手を組んでるってことか。かもしれないな。二人の目的は何だろう。ホランダーは科学部門の主導権争いで敗れている。そのせいで神羅に恨みを抱いていた。おそらく復讐だろう。くだねえ。でジェネシスはそんなことに協力してるのか。信じたくはないが。じゃ信じない。そうしよう。さあザックス、八番街でもジェネシスコピーが目撃された。行くぞ。こりゃ大変だ。二手に分かれる。了解。
お姉ちゃん大ピンチ。八番街はタークスの担当だぞと。それどころじゃないだろ。トン、なんとか言ってくれよ。あいつなら心配ない。あらま。他のエリアの様子は？ミッドガル中モンスターだらけだぞと。ソルジャーたちも苦戦している。レノ、ルード、はい、よっと。頼む。了解。タークスまで借り出されてんのか。ソルジャーが出払っているからよ。人手不足だからな。あんたもタークス？シスネよ。俺、ソルジャーのザックスな。ザックス、任務中ではないのか。目的は同じだ。ここを手伝おうか。ありがたい提案だが。あら、心強い。じゃあ、ゾン、ザックス、後でね。なのか。子供の頃ね、翼があればいいと思ってた。天使みたいな翼。人間に翼があったら、それはモンスターだ。翼は自由になりたい人たちの憧れ。決してモンスターの証じゃない。さすがソルジャークラスファーストね。本当に強いわ。ソルジャーはタークスと違って戦うのが仕事だからね。これさっき助けてくれたお礼よ。じゃあ私次の仕事に行くわ。ザックスも任務があるんでしょ。ああ、あるある。またどこかで会いましょう。八番街が片付いたら5番マコールへ来い。何か分かったのか。アンジールの目撃情報だ。見つけて抹殺か。軍が本格的に動くまでわずかだが時間がある。それまでに俺たちで奴らを見つけ出し。どうするんだよ。抹殺に失敗するのさ。マジ？ああ、マジだ。最高かもしんない。アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに。うん？セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺、本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め、飛び立った。さまよい続ける心の源。
かすかなさざ波を立てた。ラブレス第一章。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちが。の剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス。俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕、いつまで持つかな。破壊する気か。英雄になりたいだけだ。かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり
二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は。腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか。まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？うん、セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジーユの劣化は誰が止めるんだ。ジェネシス。ホランダを渡さない。ザックス、追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか。相変わらずだな。三人の友は戦場へ。一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ、あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。あんた、自分がやってること分かってるのか。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール。俺はモンスターになってしまった。モンスターの目的など
復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。アンジール、天使の夢を一つだけ教えてくれ。人間になりたい。戦え！